まあ、私の料理の基本としてはやっぱり料理にはその力があると、食べる人にパワーを与える、そして人生観を変えていくというのがもちろん料理である。やっぱり、常の手入れですね、研ぎ方の基本ですね、もうこれでええやろっていうような中途半端な気持ちでは絶対にない、そういう単純なことだけを私は心を上げてますね、まっすぐ斜めじゃなしに平行に、人差し指、あとの4本は A の下の方、そして3本の指で軽く押さえる、前後に動かします。手のひらの上に置いて親指で確認します。同じように2番目の箇所も次の場所、長い包丁ですので4箇所ぐらいに分けましょうね。全体の返りが出ましたら、それでは裏を取りましょう。人差し指で峰の部分、あとの2本は添えてゆっくり10回できますね。動きが悪いと少し水を取りますよ。これまあ柳葉って言いますね。これも同じようにまず人差し指と親指をこういうふうに、そして手のひらにしっかりと入れていく。最後終わるときに立てていく。支点と包丁はこういうふうに刃先三つで立っていくわけなんですね。普通このまま落としてしまう